佐渡公爵夫人、佐渡公爵夫人、佐渡公爵夫人は、三島幸男の儀曲、前三幕からなる。無垢と怪物性、残酷と優しさの多面の顔を持つ夫、佐渡公爵の出国を20年間待ち続けた、低粛な妻、ルネ夫人のの思念を描き、悪徳の刻印を押された、佐渡公爵の人物像を、6人の女の対立的な、 会話劇により浮かび上がらせながら、ルネ夫人の最後の不可解な決意の謎を探った作品。日本国内のみならず海外でも上演され続け、特に、フランスで人気が高い戯曲でもある。昭和40年度芸術最初演劇部門賞、受賞作品。三島の最も成功した戯曲というだけでなく、戦後演劇史上最高傑作の戯曲と評価された。登場人物が、 女性6人だけなので、男性4人のみの、我が友ヒットラーと対をなす作品となっている。1965年、昭和40年、文芸雑誌、文芸11月号に掲載され、舞台図の差し絵、秋山ただし、同年11月15日に、カーデショ防震車より、単行本刊行された。初演は、前日の11月14日に、劇団、 NLT キノクニアホール提携公演として、キノクニアホールで上演され、昭和40年度芸術最小演劇部門賞を受賞した。翻訳版は、ドナルド・キーン・ワケ、A 代、マダメ・デ・サドをはじめ、マンディアルグ役により、フランス、フッツ大マダメ・デ・サド、アラビア、ラツ大アルサ・ヨーダ・ディ・アイ・サッドスウェーデン、テンバイ、アー・キシナン・デ・サド、イタリア、イ代、マダメ・デ・サド、 ドイツ、独大、マダメで、佐渡などで行われている。三島幸男が佐渡公爵夫人創作するきっかけとなったのは、友人でもある作家、渋沢達彦著、佐渡公爵の生涯を読んだことであった。三島は、老年になった公爵と夫人との離別に、最も触発されたとして、以下のように述べている。舞台は、パリのモントルイユ夫人邸のサロン。佐渡公爵夫人。 ルネの母の家である。登場人物は、モントルイユ夫人、ルネ、シミアーヌ男爵夫人、サンフォン白爵夫人、ルネの妹、アンヌ、家政婦、シャルロットの女性6人のみで、話題の中心人物である、サド公爵、アルフォンスは登場しない。第一幕は1772年の秋。第二幕は6年後の1778年9月。 第三幕はさらに12年後の1790年4月。なお、モントルイユ夫人、ルネ、アンヌ、サド以外の人物は、作者創作の架空の人物である。サド公爵夫人、ルネは、低粛。厳格な母親モントルイユ夫人は、法、社会、道徳。敬験なクリスチャンのシミアーヌ男爵夫人は、神。性的に奔放な三本伯爵夫人は、肉欲。 ルネの妹、アンヌは、無邪気、無節操、家政婦、シャルロットは、民衆を代表するものとして描かれ、これらが、惑星の運行のように工作しつつ回転し、すべては、サド公爵夫人をめぐる一つの精密な、数学的体系となる。第一幕から1772年秋、パリのモントルイユ夫人邸のサロン。 第二幕から6年後の1778年9月、パリのモントルイユ夫人邸のサロン。第三幕さらに12年後の1790年4月、フランス革命勃発後9ヶ月、パリのモントルイユ夫人邸のサロン。佐渡公爵夫人は発表当時、おおむね肯定的な評価で迎えられた。当時の分断の評価としては、江藤敦氏が小説よりも、 説得力があり、上達な文体を評価している。山本賢吉は、三島氏の擬曲として、極めて結晶度の高いものと、賛辞し、欠点を言えば、佐渡の著書、ジュスティーヌを、夫人の改心のきっかけとしていることだと思う。事実としてでなく、解釈としてでなく、擬曲のプロットとして、言うのである。劇のクライマックスに、所感の気は避けたいと述べつつ、 三島氏の目をくらますような習字が巧みにいぶされてあって、しかも対話の妙を尽くしているのが良いと評している。その後、佐渡公爵夫人は、1994年、平成6年末に発表された演劇評論家が選ぶ戦後儀曲ベスト20のアンケートで第一位作品となり、戦後史上最高傑作の儀曲という評価がなされた。主人公、佐渡公爵夫人、ルネを演じた。 タ上ア子俳優、金子信の部夫人は、演劇人生で、最も思い出深い作品と回想している。同アンケートの、劇作家部門では、井上久志と、三島幸男が1位に選ばれたが、井上久志も三島儀曲を高評価し、中でも、佐渡公爵夫人は傑作だと述べ、観客が7人目の登場人物としての、佐渡公爵館を作っていく。非常に明晰なセリフ。 名跡な構造、名跡な心理分析で組み合わせた、がっちりした芝居ですと評している。また、佐渡公爵夫人は、日本国外でも上演されており、007シリーズの主人公ボンドの上司、M 役で知られる、イギリスの女優、ジュディ・デンチも主役を演じた。特に、フランスでも人気があり、各地でしばしば上演されている。1977年、 昭和52年にパリのオルセイショー劇場で行われた公開討議会で聴衆から日本人の作品とは思えないという声が上がった。ハガトールはパリでウェイトレスが三島見た佐渡公爵夫人素敵だったわよというのを耳にし、あのウェイトレスは三島が日本の作家だということさえ知らなかったのかもしないと記している。伊藤勝彦は最も感動した。 サド公爵夫人の舞台として、スウェーデンのイングマール・ベルイマンによって、監督、演出された、東京グローブ座の舞台だと評している。フランスで、マドレーヌルー劇団の舞台その他いろいろの、サド公爵夫人を見たという中村雄二郎も、イングマール・ベルイマンの舞台の方が、はるかに素晴らしかったと言っていたという。なぜ夫人が、最後に、夫、サドとの面会を拒んだのかという、 謎について、柴田勝次は、ルネが定説を尽くす相手としての夫佐渡は、あくまでも手の届かない距離の中に置かれた存在であり、たやすく手に触れうる身近な相手になったとき、佐渡はすでに彼女の定説の対象ではなくなっているとし、佐渡の風貌が醜く超えて、凡庸な老人になってしまい、超越性を失ったためだと考察している。そしてその終幕の帰結には、午後の栄光の、 隆二の処刑や、木野と名札の後半における、駒沢への反乱と同様の意味合いが見られ、そこは、日本という、家の、課長でありえなくなった、戦後の天皇への否認という主題が込められているとし、佐渡の醜く肥満した、機官の姿には、隆二よりも、色濃い形で、戦後憲法下における天皇と、それが象徴する戦後日本の昭王が、 映し出されていると、柴田は解説している。また柴田は、ルネが哀れなヒロイン、ジュスティーヌに自分をなぞって、その世界を、私たちが住んでいる世界は、佐渡公爵の始めつた世界と断定するところは、三島がその後に述べるようになる、不遊な、抜け目ない、ある経済大国と称号し、悪の結晶は、物質的繁栄のみに励んできた、戦後日本を指していると考察し、 ダザイの社用のカズコが恋する江ハレの変貌した姿と同様、そこには神としての好期を失った戦後の天皇がみすぼらしい肉体のイメージによって表現されている共通性があるとし、ダザイが天皇は倫理の儀表としてこれを指示せよ。恋した不対称なければ倫理は中に冥福恐れありと述べていたことに触れながらカズコは 上原の子供をはらむのに必して、三島の佐渡公爵夫人のルネの結末の方は、佐渡公爵イコール戦後天皇に対して、はるかに厳しいと解説している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。